ジャルジャルアイランド。ザ・モディザーイ。綺麗だね。誰に言ってんだそれ。車でどっか行こう。それ以上やめて好きになっちゃう。寝ぼけたこと言ってんじゃねえぞ。猫。寝で始まる一番簡単な言葉だよ。いやー、たくさんのワードが出ましたけども、はい、東郷さん何か気になるワードありますか？やっぱり手袋ですね。あ、手袋。やっぱり手袋はするのかなと思って、やっぱりミュージシャンの方でギター弾くでしょ。あー、なるほど。そう、だから持ってるのかなって。冬場ね。うん、手袋されますか？あんましないです。わかりました。僕逆にしますね。手先がちょっと冷えやすいので。冷え性ね、はい、僕も冷え性なんでね、はい、あの手袋はやっぱ必須ですよ。でも手袋するとポケットに手入れれないでしょ。あ、それはあるかな、まあ、そうです。私どっちがあったかいのかなっていつも思うの。手袋してる状態とポケットに手突っ込む状態、これどっちがあったかいって言われたらポケットの方があったかくない？あ、でも自由が効かないっていうね、そういうデメリットあるよ。もちろん、うん、でもポケットの方が確かに携帯とか触れます。でも今あの携帯も反応する手袋とかそういうのあるからね。 あるわね、うん、あ、まあ、でも手袋ってなくしますから。君手袋派なんだろ。なんなんだこの意見の切り替え方。すごい怒るじゃないですか。すごい怒る、ね、すごい怒りますよね。動きが怪しいんだよさっきから、しりとりの時から。えいや、国がね、いっぱい出てきたんですけど。そうですね、確かに。海外とかよく行かれるんです？いや、そんなに行ったことないんですあなた何そうなの。ヨーロッパツアーとかは行ったこととかもある。ヨーロッパツアーどこ行ったんですか？フランス、うん、ドイツ、うん、イギリス、うん、です。すごいじゃない。あの一回あのイギリス、まあ、ロンドンでライブをちょっと試してみたんですけど、はいはいはい、あまりこう受け入れがなかったので、ちょっとイギリスはすぐ撤退しましたね。そうなんですか。まあ、そもそもやっぱアメリカ、イギリスっていうのは割と自国の音楽が世界に発信している感覚があるので、なるほど、よそから入ってくるものに対してそこまであんまり受け入れ体制。そうなんですよ。でも逆にフランスとかはすごい盛り上がる。オーストラリアとか、もう入ってくるばっかりだから。そうなんですよ。まだ行ってないんですけど、スペインとかも相当盛り上がるみたいですね。あら、面白いね、うん、だ逆にあのアメリカの音楽ではロックンロールとか、うん、リズム&ブルースとかそういうのを現代の人がアメリカで成功しようとしてもなかなか難しい。もう腐るほどあるんで、逆にヨーロッパとか行って成功する人の方が多い。はい、あら、そうなの。もうマニア的に詳しいね。まあ、音楽大好きです、ね、うん、2人ともお好きなの？好きですね、大好きです。レコードを集めたりするので、2人とも、うん、一緒に DJ したりとかもありますし。あら、そういうことなんでしてるの。あと、ヴィンテージの楽器とか好きなんで、うん、今このサイトにこのベース載ってるぞとか、そういう情報交換とかは、うん、いいですね。プライベートの話とかする？全然します。もう、まあ、高校から同級生なんです。他のメンバーは小学校から同級生なんですけど、うん、ずっと変わらず、学生の時のノリでずっと喋るので、うん、何の話をしてるかって言われてもちょっと思い出せないですけど、あ、まあ普通にそれぐらいもうナチュラルにもう話す仲だと、はい、そうですね。休みの日とかもあったり。全然 すごいね。休みの日のあの人たち、すごいわね。一緒に旅行行ったり。なんですごいね、それ。そうだ、そうだ、すごいわね。一緒に旅行行くの、はい、旅行に行くとしたらこの2人なの？他のメンバー。あ、まあそうですね、この2人が多いかな。全然他のメンバーも誘いますけど、まあ、タイミングが合わず今のところこの2人で何回か。あら、そうなの。すごいわ。この付き合うまでに時間は必要ですか、うん、って聞いてますけど、どうなんですか？いや、必要ですよね。どれぐらいかけるタイプですか？付き合うまで。付き合うまで何回デート行く？何回というよりはその期間の方が重要かもしれないですね。連絡取ったりとかあるじゃないですか。1週間にバババって3回デート行くより もう3ヶ月ぐらいかけてずっとの方がいいんじゃないですかね。あ、1週間にバババって行かないタイプ。はあ、あえて。え？あのカラーが同じですねってありましたけど、はい、オーディーズさんもこれ毎年なんかスーツカラー変えて、まあ、年というよりは、うん、作品ごとというか、アルバムごとに
まあ、アーティストの潜在写真みたいなものが変わっていくので、うんうんうん、まあ、その時のタイミングで新しく新調しますね。これ誰が決めるの、こういうの、まあ、メンバーで話し合って、まあ、前回のスーツを経て次どうしようかとは話し合いますね、うん、以前ね、うん、ボーディーズとジャルジャルが一緒にライブやらせてもらった時にこのボーディーズさんのね、うん、衣装をジャルジャル着せてもらって、うん、やっぱこのジャルジャルのねお互い見た時にこのスーツがピチピチすぎてめちゃめちゃ顔でかかった、うん、そうだ、ね、あのボーディーズはみんな顔ちっちゃいよね、小顔だから、うん、顔でかすぎてびっくりした、ね、多分もうちょっと縮んでるやつを多分渡したんだけど、ね、足細いわよね、ほんと全員、あ、こっちはあ、こっちは僕やな、そう、確かにロックミュージシャン体型というか、ね、かっこいいよね、僕以外の3人は結構スッとしてて、よくこの並べると3人が足が結構長くて、うん、長い長い、足が短いって言われるのがネットとかで言われてるんだけど、それそうじゃなくて、うん、お尻が長いの、あれ見せて、何そうそう、お尻が、ね、お尻が長いって何、お尻がちょっと長いんだね、ここ長いかも、お尻が多いんかな、そう、お尻がこう長いんだ、ね、長いかも、あ、なるほどね、だからそう、ちょっと短く見えるんだけど、腰の位置はしっかり高いけども、 そっからのお尻が長い、お尻が長いの、そう、初めて聞いたちょっとあなたお尻見せなさいよ、いや、僕小尻ですよ、そう、ちっちゃくて、いや足長いな、ちょっと並べていい、あ、全然全然、そしたら分かるんだよ、どっちに見た方がいいのか、カメラの方がいいの、そりゃそうよ個人的に見せられるの、位置が、あ、全然違う、横向いて、横向いて、ほら、あ、全然違う、このお尻の位置が全然違うでしょ、あ、全然違う、でも身長はそんな変わらない、だってはっきり言ってロイ君も長いのよ、これ、うん、そう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 、これ長すぎるのね、比べるとやっぱり全然違う、あと、まあ、こうコンプレックスのとこで言うと毛深いんですよ、あ、そうね、俺が、うん、コンプレックスなの、すごいコンプレックスで、あ、そう、4人スラッとしてる、で、毛深くなさそうっていうイメージなのに、うん、スラッとしてないし、めちゃめちゃ毛深いから、こうサインくださいとか言われた時に結構あの手がこう見えないようにこうやって描くんですよ描けないわね、そうそう、引っ込みになっちゃうもんね、あと最近ピアノとか弾くんですけど、うんうん、ピアノ弾いた時に映像で手元を映さないピアノ弾いてるアーティスト手元映さないってこと、そんなこと絶対ない、絶対絶対見たいもんね、手元、うん、手元映さないようにはしてるの、いや、塩顔だからでしょうね、また余計、え、胸毛も、まあ、ないの、え、そう、だからまあ、手はまあ、置いといて、ギャランドゥだ、こっちが、お、すごい、すね毛はすごい、だからね、中学生の時、あの裏で、女学生にあのケンタウルスって言われてた、あら、すごいわね、下だけ獣女学生にケンタウルスって言われてた、本当にそれがもう、ずっとコンプレックスだから、あー、サインとかもやん、ちょっとダメだったら映さないからすね見せてよいや、僕もすねすごいよ、いや、それは絶対無理、なんで、なんで、すね毛ぐらいいいでしょ、カメラ映さないから、じゃあ、いや、じゃあそれなら後でちゃんと見てほしい、いや、いや、ちゃんと見て、逆に後でちゃんと見たくないわよ、いや逆に、いや、違う、逆にすねじゃないの、すねじゃないの、違うの、すねじゃないの、もんもなの、あ、すねは大したことないの、すねは大したことない、ふとした時に楽屋とかで、まあ、あんま気にしないでみんなズボンとか脱ぐじゃないですか、結構目の前でパッと出すとお尻もでかいし毛もすごい結構うわっやっぱり今でもちょっと見せてよ、あの映さないから絶対、いやいやいや、映らないとこ見んのいい、私たちが見てるリアクション、このあ、そういうならいいよ、この裏で見といてよ、じゃあいいの、うん、いいよ、いいよ、いや、いいのね、裏だったら大丈夫、裏だったら、やった、映らない、映さないでくださいよ、待ってね、待ってね、可愛いパンツ履いてます、僕ら男性はね毛深いぐらい全然そうなんですよね、えかっこいい、全然気にならない、ロックミュージシャン別に毛深くてもどうだった、いや本当ロイダウルスいや意外すぎる、いや、そうそう、あのあちょっと脱いだだけで分かったもん、分かったでしょ、本当になかなかギャップがすごいんですよね、だからその、うん、色白で一見濃くなさそうなのに濃いっていうのがやっぱこう確かに、うん、だって初見だとこの太田もやっぱりこの意外だと思いますよ、ロイ君この見た目からあの声が出るのかっていう、冷静に考えてたらあれが彼の全てよね、だからすごいよ、うん、でもなんかみんながこう同じ方向に向かってる感じあったあ確かに、うん、ちゃんと見てる、ちゃんと見ました、毛並みは綺麗ですよ、ね、でも本当にこのライブ拝見したことあるんですけど、はい、このライブの MC 本当に仕上がりきってるあの隙がなさすぎる、すごいエピソードトークとか、ね、うん、すごいよね、わーって受けて
ほんで、ってピークの笑い向けて、あ、すごい話だなと思ったけど、まだ続けて、先にもう一個でっかい山みたいな。え何このお話みたいな。しかも意外に着眼点が、鋭いもんね。鋭い。おわ、ちょっと。いやでも隙がないって今おっしゃったじゃないですか、うん、はいはい、メンバーにも隙を与えてくれないんでその間に何か言うと怒るんですよテンポ崩したら。いや、わかります、それはね、本当にやめてほしいんですよね。結構確かにその評価されてるのもわかるんですけど、こうバンドマンの MC ってこう結構オチもなくてもいいし、うん、なんかメンバーのその普段のそうそう、ちょっとグレグレしてる感じで、なんかまあじゃあこんな話でもしょうがなくて曲いこっかみたいなのがかっこよかったりするんですけど、かっこいいかっこいい、それそれがね、ないんですよ確かに絶対にそれがないんで、もうめちゃくちゃ笑かしにかかってるだからもう、うん、ただ待つのみっていう。本当にこのジャルジャルとね、一緒にこのやったライブの時でジャルジャルがちょっとこの持ち場というか笑かす場面みたいなやってる時もちゃんとなんか悔しい顔してるの自分以外が笑いとるのは笑いとるのは嫌だみたいな。いや、あんなことないよよく見たらイケメンの芸人に見えてる。いやいるよね、いるわよね、こういうイケメン芸人ね、うん、いやでも本当だから芸人さんへのリスペクト、本当にもう小さい頃から芸人さんになりたいと思った瞬間もあるぐらい、なんかその笑顔にさせて光を届けるって一番最高のことだと思う。なるほどね。だから本当に芸人さんすごいと思ってるから、芸人さんとこうやって一緒に仕事できるっていうの本当に嬉しいわけで、ジャルジャルの場合はこうやってもう仲良くなってるから大丈夫なんだけど、ラジオで1回きりとか、うん、もう30分とかの場合、こういうキャラ嫌う芸人さんが多いの。あー、なるほどね。あー、なるほどね。ぐいぐい、芸人でもないのにぐいぐい来る感じのやつね、はいはい、みたいな感じに思われちゃうの分かってるから、うん、だから違うんですって最初にご挨拶させていただいて、うん、ラジオとかだと曲がかかってる間、うん、まあ、フリーでこう自由に喋れるので、うん、だいたいジャルジャルの名前出しますそう、ジャルジャル、それお力に慣れてるかどうか分かりませんけど、ジャルジャルとすごい仲いいです、もともとっていう話すると、うん、あ、そうなんだってこうなるから、やっぱり近いんだと。あ、よかった、それならね、まあ、ライブ見れば、ね、分かるのよね、分かります、本物だっていうのが、うん、そうですね、芸人さんに嫌われたくないっていうのが本当あるんですなるほどね、ルールは気にしないから、うん、バンド内のルールみたいなのあるんですか。うーん、逆にもう俺は好き放題やってるので、うん、それに対してなんかそう邪魔しないでおこうとか、多分彼らの方が感じてるかもしれないですね。すごい、あの僕らはルールに縛られてますそんなことないじゃん、同級生でワキワイやってんだリーダーが誰だよとか、リーダーは絶対的に俺ですそれはっきり自分では珍しい、ね、そうです、それ珍しいね、それもずっとそうです、学生の頃からずっとそうです。 あ、学生の頃から、はい、リーダーになりたがってる感じというかそのね、バランスもいいですよねそんなことない、同じクラスだったんですけど、うん、支持率は僕の方がありました。いやいやいや、実際なんか分からなくてない。モテたの？あ、いや、モテてたんですよ。あら、あの顔もいいし、うん、でもやっぱ、まあ、毛のこともありますし、あとキャラが結構濃いめなんで、うんうんうん、同級生はだんだんこうこいつがどういうやつかっていうのが分かってきて、同級生の女子はちょっと渡辺くん違うかもみたいになってきて、あで新しい新入生来ると、あ、渡辺先輩かっこいいかも、あちょっと遠巻きに見てるとよく見えるみたいな。で夏になって薄着になると嫌われるじゃあ夏が鬼門っていう。そうっす。いやー、本当にたくさんおしゃべりさせていただきました。ありがとうございます。ありがとうございます。今日はどうでした？楽しかったですね。そう、楽しかった。うん、なんか普段本当に自分から話さないようなこととかもなんか自然と話せちゃったなっていうのは、うん、なんか引き出してもらったかな。こっちの方向に進むかは分からないけど新たな引き出しができたんじゃないかなと感じました、ね。うん、そう、僕らもいろいろさらけ出してね。そう、うんうん、新たな一面が見れてよかったなと思いますよ。何かお知らせが何かありますか？お知らせですか？ずっとびっくりしてるんですね、顔が11月21日、僕の誕生日なんですよまず言いたいです。まず誕生日、はい、11月誕生日に
ボーディーズとジャルジャルさんと、はい、一緒にお笑いとお歌を届けるっていうイベントを、うん、やりますよね。そうです。あんまり他であんまり聞いたことないよ、うんうん、まあまあ大きいところでやるわよね。そうですね。それでそうです。あのホールで神戸の国際ホール。ホール。はい。まあ、ホールの僕らも初めてなんですけど。うん、俺一応あの何ボーディーズのさ、うん、お客さんが怒らないように言っておきたいんだけど、うん、ボーディーズさん側からお話いただいた。本当それは心配してる。そう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 。やっぱボーディーズのお客さんだったらボーディーズの歌聞きたいもん。いや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 。それ私たちガンガン入ってる。そのガンガン来てます。でも本当に。すごい刺激を与えられる気がするし、うんうん、まあ、最高のものになると思っているので、うん、ぜひ皆さん楽しみにしててください。お願いします。お願いします。本日のゲスト、ボーディーズのお二人でした。ありがとうございました。ありがとうございます。ありがとうございます。ロイ君とタッチマン君、ありがとうございました。足が長いよね。ねえ、いや素敵なお二人でしたね。そうですね、うん、今日はあいにくの雨です。そうだね。皆さんの心の天気は何ですか？明日の天気は何ですか？明日の天気が雨でも心が晴れてたらそれでいい。私は明日の天気が気になります。それは明日も頑張りたいから。また来週。